車を外に出して深谷に抵抗しています。さあ20半切ります。もがきあいかけたんですけれども、3番の増木が突っ張りました。4番の深谷は引いて、その後ろにスイッチしていました2番の古生が最初の一人7番手に戻りました。最初の隊列に戻っています。3番増木が前受けから突っ張りました。8番佐々木、そして7番平原と関東の3者、4番手に1番の清水、5番香川に6番中本、清水ラインが中段からジャンスギ2センターで仕掛けてきます。1番の清水が動いてきまして、これに8番の佐々木が合わせに行く。残りは1周です。増木の先行、番手から飛び出していくのは8番の佐々木、しかし1番の清水、3番手のアウトコース、もう一度8番の佐々木が縦へと横へと踏んでいく。古生も外を踏んでいくんですけれども、最後の直線です。番手の位置から8番の佐々木、3番の増木も踏ん張って、この両者の一着争いです。関東ワンツースリーです。7番根本の動きを警戒し続けています。さあ2周半で3番深谷が前に出ました。7番の根本も踏んでいくんですけれども、3番の深谷、7番の根本、根本が1人になっていく。1番の小松崎が一旦離れたんですけども、もう一度追いかけていきます。3番の深谷が3番手に収まる。今度は2番清水の番、清水がかましていく。3番手のアウトコースまで押し上げて、3番深谷との並走になりました。そしてジャンでは8番の小林が叩いてきます。7番の根本フルダッシュでかけていきまして、番手が1番の小松崎、しかしその横まで8番の小林がやってくる。1番の小松崎が合わせる。8番小林大成との踏み合いになる。最後のバックストレッチに入って地元が前に出た。8番の小林、そして3番の深谷がまくっていく。深谷のまくり、3番手から2番手を伺っていく。最後の直線に入る小林大成先頭だ。番手から地元4番キグレス、外側には9番の内藤、さらには3番の深谷。動いてきましたけれども、5番の上杉が2周半前で分がけです。そして1番松本の後ろ、4番島田をさばきに行くのが2番の佐々木です。直線戻って残りは2周、8番の小原がすっと3番手に入って、7番の東、そして1番松本の後ろは2番の佐々木がさばきました。鐘を迎えていきます。5番の上杉が2周半先行です。3番の古生が番手、その後ろに8番小原ラインが3、4番手で残りは1周。1番の松本が最終ホームから仕掛けていきますけれども、2番手からは3番の古生が車間を空けて待っています。1番松本のまくり、3番の古生が合わせに来ます。1番の松本も2番手、さらには2番の佐々木が続いていく。最後の直線、2番手の位置から1番松本つくの3番の古生です。3番手では2番の佐々木です。1番増木を抑え続けます。2番の岩谷、前では3番の渡辺が昨日と同じように誘導との車間を空け始めましたが、1番増木を抑え込んだ2番の岩谷が踏み込みます。さあ3番の渡辺ですけれども、縦へと踏みながらどうやら3番手を伺っていきます。4番の松尾、福岡両者が前に出ました。北の2人が3、4番手、しかしすかさず抜け出してからは1番の増木が鋭いスピードで前を叩いていきます。ジャンで前に出ました1番の増木、5番の平原、そして8番の小林まで続いていきます。7番の谷口も4番手の外まで上がってきまして、残りは1周です。戦えた2番の岩谷は5番手、そして6番の酒井も最終ホーム手前から仕掛けていますけれども、現在5番手のアウトコース、前では1番の増木です。5番の平原が番手、そして8番の小林が3番手、4コーナーから最後の直線に入ります。1番増木の番手から5番平原の追い込みですけれども、増木粘りました。3番の古生が先に抑えてきました。2番の古生が先に抑えていく。4番の松本、この2人は短期の2人。7番の増木が3番手、そして9番の平原マーク、内を救って1番の佐々木、残りは2周。一旦前に出ました2番の古生なんですけれども、まだペースを緩めたまま1番の佐々木、そして7番の増木が1人で行く形になりました。2番古生の前に7番の増木が出ていきます。その後ろには4番の松本、さらには1番佐々木に8番の木暮れ、この5人、その後ろからちょっと車間が空いて
5番の深谷が追いかけていく。そして4番の松本が今度は縦へと踏んだ。松本短期の先行になった。2番手に7番の増木が収まる。5番深谷のまくりですけれども、3番手の外までやってきましたが、車が外に浮く。4コーナーから最後の直線に入る。中をついてきた2番の古障が中をついてきて先頭で五輪。最後はやはりこの男でした。